次なんですが、食道尿路解体不全についてのディスカッションに入ります。で、これ結構僕もテーマにしている内容なんですね。延髄外側拘束というの拘束があるんですが、こちらの方の発症年齢について様々な意見があります。で、それについてこうディスカッションをしてみたいなと思います。延髄外側拘束というのは、延髄の外側の方に出現する脳梗塞。このが、MRI ですね、で言うと、わかりにくいんですが、ここにちょっと白っぽいところありますね。ここが延髄で、その外側の方に脳梗塞が起きるというのが延髄外側拘束になります。で、反回神経の核になっている部分が、反回神経の大事なところが障害されることが多くて、核のため、あるいは核から下に行っている神経のための障害が出てくる。そうすると結構強い片側の食道尿路解体不全だとか、声門閉鎖不全だとかが出てくる。そういうものをまとめてワレンベルグ症候群と呼んでいます。で、このワレンベルグ症候群っていうのが、なぜ食道が開かなくなるので、突然何も食べれなくなるという厄介な症状ですね。そのため、結構、急性期の先生たちも含めてですね、興味がある領域です。で、延髄外側拘束の後発年齢について、様々に、報告されてるんですね。まず、後発年齢、脳梗塞全体で言うと、どのぐらいの年齢でよく出るかっていうことが、報告の中では、脳梗塞全体ではだいたい71歳ぐらいが平均になっている。一方で、延髄の内側拘束、内側の方の拘束は68.3歳。で、延髄外側拘束は63.1歳ということで、内側と外側比べただけでも5歳。脳梗塞全体と比べただけでも8歳若い年齢で生じている。で、さらに他の教科書とか見るとですね、平均発症年齢が50歳前後というふうに書かれているものもあります。また、欧米においては45から46歳という報告もあります。結構バラバラですよね。しかも、普通の脳梗塞に比べてかなり若い。そのため、教科書によっては延髄外側拘束は若年発症だというふうに書かれていることもよくあります。なんか不思議だよね。で、私のところのデータベースでは、延髄外側拘束で回復リハビリを実施した患者さんの平均年齢は73歳ということで、脳梗塞全体よりも、これだけで言ったらちょっと高いかもしれない、2歳ぐらい高いぐらい。他の脳梗塞発症年齢と有意差はありませんでした。そうすると、ここで考えてほしいのが、発症年齢がなぜ報告によってこれだけ差が生じているのか。不思議ですよね。私もずっとこれは考え続けてきていて、いろんな仮説が立てれると思います。原君、どう？なんで若年発症みたいなことが言われるのか。確かにこのワレンベルグっていう症状、延髄外側拘束を聞いたときに、もっとちょっと症状が特徴的で、他の炎症に比べると、もう一気に食べれなくなるってことが多いので、ですね。注目されやすいというか、微小な脳梗塞とかに比べると、もう絶対に病院に来ることが多いっていうなるほこど、ともなる考えほど。られるのかな、なんて思いました。他の脳梗塞は若いうちに起こっても、無視されているケースも多いけれども、ワレンベルグは無視できないので、若年の受診が多いんじゃないかということですね。なるほどね。そういうこともあるよね。
後ろで聞いてる矢本くんが何か考えてるところあるかな。大きい、前まで来て喋る。パッと出てこないかな。そうですね、パッとは出てこないですね、なんとなく。OK。すいません。いや、難しいですよ。他の先生方は全然指摘していないので、こういうデータ見せられると、そういうもんなんだろうなっていうふうに思うんだけれども、僕が気になっているのは、報告する先生ごとに、後発年齢が違う。大きく違うよね。40代、50代、60代、70代だったから、これも全然統一感がないんですね。で、今回のそのワレンベルグ症候群の特徴として、急性期の嚥下障害、食道入口蓋大不全が突然生じて、唾液嚥下もできなくなる。そのため、唾液が多量に誤嚥するか、多量に確執するかどっちか。若年の人なんかだとね、よく唾ずっと吐いてて、1日でティッシュ2箱ぐらいこう使って吐いてとかやってるんだよね。高齢になるとどう？確執力も不十分な方が多いとは思います。そうすると？多量の唾液誤嚥が生じてしまうそうだと思いね。ます。これでワレンベルグを発症すると、急性期のところでもう多量唾液誤嚥が生じて、脳梗塞の症状というよりは、唾液で窒息するような、そういう症状になってくる。肺炎だとか、あるいは急性呼吸不全という発症の仕方をしてしまう。で、そのため、脳の精査に至らないままに、生命予後が悪くなってしまって、食べれない原因とかを精査するっていう前に、終わってしまうと。唾液で溺れてる人、MRI 取るの大変ですね。30分1時間かかる。その間は唾液に溺れたままにさせとくわけにもいかないので、なかなか、検査に至らないんですよね。で、当院で、経験した症例の中で、結構印象的なものがあって、山本先生に、日本接触嚥下リハビリテーション学会で報告してもらった症例がありまして、食事中に窒息というふうに、診断されたんですが、蘇生後の嚥下内視鏡で、急麻痺があることが分かって、で、脳梗塞の先行が示唆されたと。脳梗塞が先に起きて、食事中に脳梗塞が起きて、ワレンベルグ症候群が生じたと。で、食事中に突然食道が開かなくなったので、食べててね、で、その食べてるものは通らないので窒息になったと。そういうふうに考えられる症例があったんですね。で、これも若い人だったら確執できるんだけれども、ある程度の年齢になって、できて、確執力が落ちてると窒息という形になってしまう。そしたら食事中の窒息の中にも、このワレンベルグによる窒息も一定程度入ってる可能性があるね。一日のうちの、1割とは言わないけど、それに近いぐらいの時間何か食べてるわけですので、ワレンベルグも大体こう時間を、あんまり決めずに起きてきますんでね。ワレンベルグ全体の1割近くは食事中に起こっていると考えてもおかしくない。そう考えると、窒息だとか、肺炎だとか、誤嚥だとかっていう中に、突然発症のこういうものが生まれてるかもしれない。ってなると、どういうことなのか。もう一つ、データを出しておきます。藤島一郎先生が2009年に耳鼻咽喉という雑誌に投稿されたデータになります。延髄外側梗塞は報告されている年齢が低いとされてきたんですけれども、
そもそもの報告の方が濃い方ですね。濃い方は若い人、20代、30代、40代、50代、50代にピークがあって、60代が次、次が40代、30代、20代というふうに、かなり若い人に多いとされていたんですが、藤島先生らのデータだと、60代にピークがあって、次は70代、そして50代、80代ということで、山が全然違う。なんでこんなことになる？どうしたらこんな風にできるのか、逆に言うとね、藤島先生のところはなぜ高齢者をこれだけ引っ掛けることができているのか。もう急性期の対応ができていたそと。の通りですね。うん。そうなんです。藤島先生のところで私もお仕事させてもらいました。で、どういうところが違うかというと、急性期の方からの園芸強化の依頼っていうのが、まあ、来ると、それが、僕が言った2003年頃っていうのが、カードに患者さんの名前が書かれて、朝、机の上に重ねて置いたんだよね。で、それをその日に VE やりたい先生が好きなだけ取ってくる。なので、オーダーが出ると次の日には VE やってもらう。そういう形でどん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 スクリーニングが入って、福島先生のところだと VE は、まあ、やるんだけど、それって何してるかというと VF をするべきかどうかということを決めるんだよね。で、ワレネル不織布は当然 VF やるので、そういう VF やらなきゃいけないような症状の人がすぐにピックアップできる。オーダーさえ出ればピックアップできるっていう、そういうシステムが完成してる。なかなかね、普通の病院ではね、急性期に嚥下機強化ができないので、それで、気がつかれずに、高齢者の方が亡くなっているという可能性が非常に高い。じゃあ、さらに、僕がやってた、鶴岡共立リハビリテーション病院の症例の場合、70代にピークがあって、60代、80代、次40代、50代、30代、90代なんですが、ちょっとピークがさらに高齢の方に入るんですね。これ何かっていうと、啓発活動の違いなんですね。急性期のところに行って、もうできるだけ早くに検査してるというのは、同じで、なおかつ、僕の場合、地域にも出て、他の病院にも診察に行ってましたが、地域向けの啓発活動、園芸の学習会をものすごくたくさんやっていて、で、急性期の先生方にもお願いしていましたけども、一般の職員もですね、ワレンベルグ園芸障害について、意識してくれていた。そのため、結構早くにピックアップができて、それこそ高齢の方の場合は、入院数日以内に介入しないと、もう助からなかったりするので、そういったところにね、介入ができていた。また、完全即壊法が浸透していたために、誤嚥を防ぐための完全即壊法を活用してくれていた。ということも、高齢者が助かった大きな原因ではないかと思っています。そのように文化が変わってくると、実は高齢で亡くなってたワレンベルグがどんどん助かるようになってくるのではないかというふうに考えています。まあ、検査をしないとどうなのかわからないっていうのが高齢の人の呼吸障害だったりするんですね。単に肺が悪いとかではなくて、嚥下が悪くなっている方も結構いらっしゃるということですね。まあ、そう考えると、もうかなり話をしましたが、高齢者の延髄外側拘束治療では何が必要になってくるか、原君、ピックアップできることを何でも言ってみて。先ほどの絵でいきますと、まずは、発症時に唾液を防ぐために、ポジショニングであったり、そういったものをすぐ実施できるかどうかと、あとは、その症状を分析するために、まあ、外来じゃないですけど、嚥下の部位であったり、VF が実施できる環境があるかどうかと、あとは、まずは、なんていうんですか、
延髄外側ではこういった症状が出るっていうことを、まあ、病院のスタッフであったり、あとはその、まあ、地域の高齢者が、あ、高齢者じゃなくても、まあ、なんて、まあ、そういったリスクのある方、まあ、ある程度の年齢になった場合はリスクがあるので、まあ、地域の皆さんにも知っておいていただいて、まあ、なるべく、唾液誤嚥の窒息のリスクを防げるように、なんていうの、ポジショニングをまあ知ってもらうのは難しいんですけど、まあ、何かそういった知識だけでも知っておくと何か変わるのではないかなとは思いますね。そうですね。まあ、こういうものがあるんだってことを知ってるかどうかだけで、ピックアップできるか変わりますんでね。そういう、学習の、をしっかりしていくっていうのも大事ですね。遠性外出拘束で急性期において何をするべきかということだけで言うとですね、唾液誤嚥の防止と唾液嚥下機能の回復になります。で、唾液誤嚥の防止というのはどこでもやっていくべきものであって、まあ、自己確執ができる人は確執してます。で、それができなければ、タイドレナージで、誤嚥しないで口から出せるようにしてあげる。さらに口から出すのがあまりうまくいかない人の場合は、口腔内持続唾液吸引という方法がありまして、吸引チューブを、まあ、渦巻き状に巻いて、止めといて、で、口の中に入れて吸ってあげる。また、咳がうまくできない方の場合には、カフアシストという方法があって、まあ、道具を使って咳を立てる。また、緊急で気管切開をしたり、あるいはカフ付きカニューレを使って誤嚥を防いでいくということも必要になってくるかなと思うんですね。で、さらに、急性期の中でも、嚥下治療に対して、さらに積極的なところ、あるいは専門的なところでは、バルーン引き抜き訓練を始めていくという手もありますし、レティナカニューレを使って、気管切開を活用した嚥下訓練、嚥下代償法をしていく。あるいはカフ付きカニューレに早期をつけて、唾液誤嚥をさらに、強力に防止していって、利傷などを図っていく。あるいは手術治療ができるところであれば、唾液誤嚥の防止術だとか機能改善術などを行っていく。ということが重要になってきますね。ということで、まあ、延髄外側拘束の後発年齢については、これ、医療の文化だとか、対応方法がどれだけ広がっていくかによって、高齢者の救命率が変わってくるということが、まあ、ちょっと予測できるかなと思っています。で、今日は、まあ、食道の話ですので、